アジア後の戦いとは、第一次世界大戦中のイタリア戦線で、オーストリアとイタリアの間で発生した戦いで、第五次依存層の戦いの最中に依存層側の、副次的な戦線だったトレンティーノ戦線で行われた。防戦に徹していたオーストリア軍初めての構成作戦で、攻守が入れ替わっての戦いとなった。オーストリア軍司令部のフランツコンラートフォン、ヘッセンドルフ将軍は、 同盟を破棄したかつての同盟国に怒りを抱いて、イタリアとの海戦初期の時点で攻勢に持ち込む、つもりでいた。オーストリア軍は、山岳地帯という地理的有利を生かしての防戦に、徹したが、コンラート将軍は、攻勢計画を練り続けた。攻撃は険しく、主戦力の集中する依存層が和を避けて、副次的戦線だったトレンティーノ地方に向けて行う、予定でいた。 構成計画は、トレンティーノ戦線西部のイタリア第一軍を、オーストリア第五軍と第三軍が、包囲殲滅、そのまま、ベネツィア島で進んで、トレンティーノ戦線東部の第四軍と依存ツォ川で、オーストリア第五軍と対峙する、イタリア第二軍と第三軍を孤立させるという大胆な内容だった。イタリア軍の新たな構成が決定された1915年12月に、 オーストリアもコンラート将軍の計画を承認し、さらにドイツ軍にも増援を嘆願した。ドイツ軍のハルケンハイン将軍は要請を受託して東部戦線から一部部隊をチロル地方に派遣した。もっとも当のドイツ軍はオーストリア軍の攻撃成功を疑問視して援軍を送る代わりに防戦を維持するように強く要請した。 ドイツ軍の反対を知ったコンラートは独断で作戦を発動した。オーストリア・ハンガリー軍の先頭に立ったのはハンガリー第11軍団で、その後ろから第11軍団が所属するオーストリア第3軍が続いた。しかし、イタリア陸軍の第1軍は25万名の要員を持ち、トレンティの戦線西部は容易な防衛ラインではなかった。コンラート将軍は、 ドイツ軍に救援を要請したが、元から攻撃に反対していたファルケンハイン将軍は、イタリアとの中立は維持されているとして、コンラート将軍の要請を拒絶した。一方で、イタリア陸軍の情報部は事前に、コンラートの計画を察知して、カドルなら司令部に報告していたが、司令部は攻撃の可能性を一周して、準備の時間を自ら捨ててしまった。 5月15日に2 0門の大砲による強力な支援砲撃の後、オーストリア第5軍、第3軍の攻撃が開始され、オーストリア軍は東西 50km にわたっての攻撃を行った。イタリア第1軍は急を突かれた状態ながら、優勢なオーストリア軍から右翼陣地と左翼陣地を固守することに成功し、戦域の拡大は防がれた。しかし、 中央陣地は持ちこたえられず、後方に下がり、オーストリア第3軍の一部は、イタリア本土の北端に位置する、アジア語高原に達した。カドルナは、第5次依存層の戦いを中断して一部部隊を第1軍の増援に派遣して、中央陣地の穴埋めに使った。カドルナの判断は素早く、続いて、最悪の事態を考慮して第1軍と第4軍の後方に、 第五軍を新たに動員する決定を下した。とはいえ状況は予断を許さない状態だったが、最終的にロシア軍が東部戦線で同盟軍に打撃を与えると、ファルケンファイン将軍は直ちにロシア軍の攻撃に対処するべきだと批判した。第三軍の半数が前線から東部戦線に向かうともはや攻勢は維持できず、 イタリア第一軍の反撃でほとんど元のラインに押し返された。イタリアの危機は去ったが、戦いは短期間で戦争を終えると主張していたサランドラ政権への信頼を決定的に崩し、サランドラ首相は辞任して新たにボセッリ政権が成立した。ありがとうございます。